お世話になります。いつもの挨拶でした。今日もイグザムのイグラジの時間、イグザムラディオ、ラディオ始まるよ。はい、お世話になります。イグザムの黒です。黒です。ちょっとね、今日は相談があるんですよ。何でも聞くよ。いいの？誰も突っ込まん状況だからやめようよ。二人してボケ始めるって人に。いやさ、ちょっともう、はい、アプリが多いのよ。アプリ。アプリ。携帯のアプリってことですか？そう、携帯のアプリ。いや、自分でさ、こうね、最低限必要なね、うん、LINE とかそういうのはあるんだけどさ、うん、もう今、なんかこう、お店に行って買い物するとさ、うん、もう、8割9割さ、アプリお持ちですかって。あ、そうね、お店のアプリみたいな話。そうそうそう。なるほどね。そう。公式アプリみたいなやつ、ね。いやー、ちょっと、全部持つともう携帯持たないよっていうね。なるほど。っていう、そう。だから、なんか、でもさ、持ってないとさ、クーポンがないとかさ、うんうんうん、ちょっと、なんか、損した気持ちになるじゃん。この気持ちはなんだろうっていう。なんで最後ドローになるの？それ書いちゃってんだよ。ドローイングしちゃってるから。なんだろう。はい。で、それで黒さんは、なんだろう、その損もしちゃってるような気もすると。いや、そう。だけど、ね、毎回落とすのも面倒。だけど、その店にもよく行くしな、みたいな。毎回アプリありますかって聞かれる。え、よく行くお店なんでしょ？まあ、それなりにはね。生活圏なんてね、ある程度決まってるからさ。ね、だけど、何個も落とすわけもいかないなみたいな。それなんかありますって言っちゃうとさ、何じゃあそれをなんか見せてくださいみたいになるわけ？まあまあ、クーポンがありますから、お得になりますからって言って。うんうんうん、まあ、ねえ、みたいな。なるほど。え、多くないっていう疑問とあるね。うん、もう、これを全部落としてると、もう、俺、どうなっちゃうんだろうっていう。そしたら、じゃあ、わかった。わかりました。わかった。とりあえず、なんか、ああ、これ入れた方がいいかなって、一瞬思ったら、うん、入れちゃおう。とりあえず。うん。入れていこう。ぐいぐい入れてこう。ぐいぐい入れていくんだ。そう、入れてった先に見える景色があるはず。ああ。だって今入れてないわけじゃん。うん。ある意味、こう、欲しいもの買ってない状況なわけじゃん。まあ、そういうことだね。ね。ってことは、一回買ってみて、後悔した方がいいんじゃない？だって無料だし。確かに。なので、もう。損はしないね。損もしないじゃん。うん、だってアンストすればいいんだから。あー。ということで、一回もう、手当たり次第入れてっちゃう。そうしようかな。それでも携帯がパンクしても俺は知らんけどね。責任は負わないよ。責任は負わないけど。いいんじゃないかなと思うよ。入れるぐらいだったら。それで、うん。そうね。僕が普段、通ってる、お店の差し金の人ですか？違います。